はい、おはようございます。山下パンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこっちにぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日ね、まずコメント紹介からいきましょう。これ、お名前なんて読むかな、クライオン32さんって方かなと思うんですが、いちごのジュースと何の種類でも大丈夫です。三ツ矢サイダーを混ぜて凍らしたジョッキでぶっ決めてほしいってリクエストもらってます。本当にありがとうございます。さあ、ってことで、ね、買ってきました。これがですね、ミニストップで買ったいちごいちごいちごっていうジュースですね。ここにですね、まあ、タピオカ飲むときに使うようななんかごっついストローがついてるんですけど、多分このまま飲んだ方がね、美味しいと思うんですが、それとまあ今年も出ましたね、三ツ矢のレモラ、レモン&ライムなんですけど、これはまあ新商品、新発売みたいな感じで売ってましたんで買ってますけど、過去にね、2回動画にしてるんでどうしようかなと思ってて、今日はね、これとこれ混ぜて飲んでいこうと思うんですが、ちょっと一回このストローでね、この驚きの果肉感味わってみたいんで、一旦普通に飲んでみようと思います。さあ、いただきます。うん、めちゃくちゃうめえじゃん。あー、うまっ。あー、これあれだ、めちゃくちゃ硬いやつか。どうやってジョッキに継ごうかな。うわ、開かないわ。ぶち破るしかねえな。よっしゃよっしゃ、強引に開けましたんでジョッキ持ってきましょう。さあ、行きましょう。今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。来た。テンション上がります。ジョッキしか勝たん。さあ、行きましょう。さてと、どうしようかな。まずグワーッと入れまして、これも全部いくか。全部いきまして、残りを三つ矢でいきましょう。これ美味しい。すごっ。よいしょ。さて、どんな感じこれ。もう参ったなこれ。よいしょ、かき混ぜずにいきますか。匂いは混ざってます。すごい、これはうまそうっすね。さあ、色はね、いちごですかね。ちょっとね、泡吹いてますけども、ぶっきめていきますかね。三ツ矢のレモラで割ったいちごのジュースですね。いただきます。いってきます。乾杯。これね、当然うまい。うまいけどね、別々で飲んだ方がいいんじゃないかな。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてありました。今日のやつですね、まずこっちですね。普段こんなね、飲まないし買わないんですけど、これですよ。タピオカいっちゃってくださいみたいなごついストロー、まあ、これで飲むタイプのジュースで、これクオリティ高かったっすね。うまかったっすね。なんでベースのね、素材がすっごく美味しいんで美味しかったですけど、これね、意外や意外、このレモンとライムがやっぱね、香るんですよ。当然美味しいんですけど、率直な感想はね、やっぱこれ単体でね、味わってね、飲みたかったかなーってのを思いましたね。レモンとライムの香りがちょっと邪魔だったかなーって気もしますね。普通の三ツ矢だったらね、また違ったかなと思うんですけど、相性はね、決して悪いとは思わなかったですけど、やっぱ単体のこのね、うまさがすごかったんで、めちゃ美味しかったんで、もしですね、飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後ね、次回行こうです。明日こちらやっていきましょう。三ツ矢のですね、ゼロストロングってやつですね。これも過去飲んでますけども、またですね、今年もっていうか、まあ、新商品新発売として出てましたんで買ってきたんでね、ゼロカロリーは正義シリーズ、それをやっていこうと思います。てことで、とりあえずね、明日こいつぶっ決めていくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これうまかったな。テンション上がりました。オーライサンクス、また帰ります。うまっ。